Alright, welcome back to Tokyo Mirage Session. So, we're gonna go through door number one that looks like a seven. Apparently a dangerous presence, so we'll see what we encounter behind this door.今は、んなこと気にしてる場合じゃねえだろ、翼ちゃん。死後は慎め。撮影を始めるぞ。今から撮影するのは、人質を盾にしている犯人に向かって真帆が説得するシーンだ。事件解決のため犯人に優しく語りかけるマホ。だがその最中に、 真帆はくしゃみをしてしまい、人格が入れ替わり、思わず啖呵を切ってしまう。この回の見せ場である。役者の演技力がものを言うぞ。翼、やるぞ。うん、頑張ってみる。何が頑張ってみるんだ、オリメ。 ドジンジンの前にこの難しいシーンの演技がいきなりっていうげ。こんなの見るまでもねえんだ。え、局のお偉いさんの意向で主役に起用することになったけどな、俺はこのキャスティングに反対だった。すみません。 お前が謝ることじゃねえよ、オリベ。素人だろうと大根役者だろうと演技できるようにするのも監督の手腕なんじゃ。つうわけで、お前が感情移入しやすいように特別なセッティングをしておいたぞ。 人質役が自分の姉なら犯人の説得にも身が入るだろう。やめて。犯人役はやる気十分だぞ、オリベ。人質を助けたいならお前も迫真の演技を見せてみろ。ちょっと待ってください。 監督に近づくな。この人質の命がどうなってもいいのか。やめて。助けて、翼。お前も黙っていろ。殺されたいのか。 お姉ちゃんに手を出さないで。 So I guess I'll get into character. 今は役になりきるんだ。さっきの現場を思い出してくれ。監督が納得できるいい演技をすればきっと綾葉さんは解放される。そうだよね。 真帆ちゃんもちょっとだけつかめてきたと思うし、やってみる。でもやっぱりさっきみたいにお手本見たいかなとか思ったり。We'll take Mamori with us because she is stronger. Mamori, 翼に何か指導をお願いできないかな。 私より適役な人がいると思います。そうよ、いつき、翼。ここはハリウッド的スーパー女優、エレオノーラの出番でしょう。
翼、大切なのは全力で演じることよ。この状況は舞台でも演劇でもないと、現実だと思うこと。お手本を見せてあげるわ。ハリウッド仕込みの私の演技、エレオノーラアプローチ、見てみたくない？タラチノ監督。さっきの赤いのといい、おせっかいなことだ。まあいい、やってみろ。行くわよ。エリー君、分かっているね。貴族的にスマートに決めるのだよ。行くぞ。よーい、アクション。I wonder if I couldn't have picked Kyuria last time, then if I had picked her, I would have been defaulted to Toma. モンスターの気持ちを分かっちゃくれねえんだよ。犯人さん、人間に迫害され、俺の家族は許せねえ。人間ども、これは復讐だ。アイルアベンジャー。あなたの気持ちはわかります。でもあなたは全てを失ったわけじゃない。あなたには、てめえ勝手なことばっか言いやがって、いい加減にしろ。確かにお前は大切なもんを失ったかもしれねえけどな、今でもお前を愛してる奴がいるんだよ。俺は間違っていたのか。カット。ざっとこんなものね。口だけかと思ったらパッションが感じられた。パッション？エリーちゃん、パッションだよ、英語で。知ってるわよ。私食べたことあるから、ハリウッド的には常識よ。エリー、実際に演技してみてどう思った？今の翼に演じられそうかな？イメージしてみる。10秒ちょうだい。翼、助けて。大丈夫だよ、いつきくん。絶対に成功させてみせるから。いえ、無理だと思うわ。ただでさえ性格が変わる瞬間が苦手なのに、今回はアヤハが人質になってる。冷静に演じられるはずがないのよ。アヤハを確実に助けるためには先に演技の方針を決めるべきや、翼。待っててね、お姉ちゃん。絶対に戻ってくるから。演技の方針だけど、まずは相手の心情を汲み取りなさい。それを自分の演技に取り入れるの。相手の心情。もしかして翼って理屈で考えるの苦手？考えるより先に体が動く？
それは確かに。うすうす思ってはいたけど、はっきりした。翼は自分自身に置き換えないと登場人物の心情を理解できないタイプ。じゃあどうすればいいんだろう。それが難しいとこなんだけど、アヤハって前にも敵に捕まってたのよね。ああ。それをきっかけにすれば犯人の心情をつかむことができるかも。犯人の心情が鍵になるわけか。だったらそのヒントを探すために一度事務所に戻ろう。Well, we do have new weapons we can make, so it's a little disappointing that we have to go back to the office, but it is what it is. Everybody's kind of sending us messages for some reason. Oh, we did unlock a side story for Mamori. So maybe I should go do that as well. I'm not sure what level it is, but we can go and investigate that. But we'll go to the office first.See if we can solve Tsubasa's acting problem. So, Bloom Palace, maybe? Probably.When in doubt, talk to Tiki. Oh, I also changed her costume. Or I thought I did. Didn't I? Yes, I did. Alright, so let's perform some Carnage Unities. Problem is... We don't have a lot of leftover stuff here, but that is better, so we'll make that. We definitely want to make his...Slipnir, and it's got like a little horse on it. Nice. Wait, did I equip Tsubasa's? I shouldn't have equipped Tsubasa's. That was a mistake on my part. So, who are we supposed to talk to then at the office? Maybe. No. No. Hmm.あれ、この写真。なんで写真なんて見つけてるのよ。って、翼ちっさ。いつの写真よ。これはお姉ちゃんがあの事件に巻き込まれるちょっと前に撮ったはず。その写真知ってるわ。いつだったか、アヤハに見せてもらったことがある。
綾葉さん、その写真持ち歩いてたんですか？ええ、お守りなんだって言ってた。お守り？ちょっと照れるかも。その時翼のことも少し聞いたわ。応援してくれる可愛い妹で、笑顔も可愛い。自分よりアイドルに向いているかもって。アヤハが言ってる笑顔と今のだらしない笑顔は別物よね。だらしない笑顔？別物かはわからないけど、アヤハの見る目は確かだったとアイドルになって証明したわね、翼。お姉ちゃん待ってて、絶対に助け出すからね。これは使えるかもしれないわね。感動してるとこ悪いけど、翼にちょっと聞きたいことができたわ。何かな？家庭の話なんだけど、もしアヤハがミラージュに殺されたら、翼はどうしてた？え？想像してみて、そうなってた時自分はどうしてたか。お姉ちゃんが殺されてたら復讐しようとしたんじゃないの？そんなのわからないよ。でもすごく辛くて、その相手は絶対に許せないと思う。ありきたりの答えだけど、感情がこもってるわね。うん、それが答えでいいと思うわ。答え？今翼が感じてる心情が犯人の心情なのよ。犯人は家族を殺された憎しみで犯罪に手を染めたって設定でしょ。じゃあ犯人が抱いてる心情は、お姉さんを殺されたらという時の翼の心情と同じものよ。あ、そっか。犯人さんが抱く気持ちは私の気持ちと同じ。なんだか分かったような気がする。犯人の心情が分かったら、あとは翼なりの言葉で精一杯に彼を説得すればいいの。彼の心を動かせる言葉が翼の中から勝手に出てくるはずよ。私の中から？Well, looks like we've got another Radiant Unity to do. つかめたようね、翼。はい。全は急げよ、翼。今掴んだものをハリウッド的に特訓して、監督を驚かせてやるのよ。But don't we have to go to the Bloom Palace first, perhaps? Yeah. So let's go do that with Tiki. I also wanted to see Mamori's side story, because we did unlock that when I was grinding a ton. And we might be able to do Curious side story too. What does Feel My Heart do? Grants the skill to pull off a moving performance, increases hit rate of normal and all of normal attacks and all skills. これで、それじゃ、もっと羽ばたけ、私。監督さんを納得させるような演技、絶対にやってやるんだから。翼、今からそんなに緊張してちゃ本番までにクタクタになっちゃうわ。肩の力を抜いていつもの翼でいて。演技をするために必要なものはもう全てつかめているはずでしょ。うん、
私、自分の掴んだものを信じてやってみるよ。その息よ。さあ、アヤハを助けに行きましょう。Not sure if it's the time to save Ayaha or do a bunch of side stories that we might be able to maybe accomplish. Meh. I'm just trying to get rid of all these messages here that we just get like super crazy amount of them. I think what we'll do is we'll maybe wait for the intermission to do the side stories.So we might go back and face what's his face. Because I think this was like level 42, right? Yeah. And we're what, 41-ish? 42-ish? 41. Well, average probably around 40, really, because we have a couple people in the high 30s. But we'll take a break here. Next time we'll head back into the dungeon. We'll save the side stories for the intermission. So as always, thanks for watching. Till next time.